ようやく撮影地の茨城土浦に戻ってきましたね、はい、ここから一緒にお話をいただいた時にちょうど震災後ですね。私の地元もそうですけど、やっぱりすごく大変だったと思うんですけれども、微力ながらでも自分にできることって何だろうって考えた時に、やっぱり何かこの体を使って表現することしか私はできないので、何かそういうものが企画があったら関われたらなっていうのはすごいずっと思ってる中で、後藤監督のお話があって、はい、で舞台が土浦ということで、そんなにたくさん私土浦には来たことがなかったんですけれども、初めて撮影でハスのね畑に行った時に、とても綺麗な場所だなと思って、それがまた小室湯をあげてる時に、最初は紐でくっついてて、ね、飛ばないように飛んでいかないようにしてたんですけど、スリートでね、はい、最終的に飛んでっちゃって、みんなバタバタしましたよね。びっくりしました。この農家の大変さが身にしみだろう。まあレンコン農家継いでくれるようなおめえの嫁を探さなくちゃな。男が言うときはコップンカップ、こんにちは、こんばんは、はサワディカップ、サワディカップ。サワディカ。そうですね。なんかこういった作品なんだなと思ってて、読んでたらタイ人で、あどうしようと思って。ありがとうじゃあどういうふうに言うんだろうとかで、ちょうどその時私髪の毛のシャンプーの CM をやった時で、スタッフに、うん、タイ人の方がスタッフがいたんですね。からすごい彼女たちに話しかけて、そういうところからすごいヒントをもらったりとかしながらやってたのはすごい覚えてるんですけど、いろんな文化の人がいるし、いろんな国の人がいますし、なんかそういう人たちとなんか温かく手を取り合えるようななんかきっかけというか作品になってもらえたらなと思っています。この映画を通して茨城全体が盛り上がっていくように、皆さんがその地に行っていただいてもいいんじゃないかなって、結構地元の方でも行かないようなところもあったりするので、そういうところに足を運んでいただきたいなと思います。見ていただいた方々に口コミもしくは YouTube、 今はまあ SNS が発達してますから、そんなので情報を発信しながらですね、いろんな方々に見ていただいて、こう一度その郷土を振り返ってみるって、素晴らしさを再発見するという一つのきっかけになってもらうといいなと思います。そうですね、皆さんがその等身大でこう感じてくださるような、感じているようなことを映画を見て、それをこう自分のことのように思っていただけるといいなと思って、それをそうですね、そういう映画にできたらいいなと思って作らせてもらいました。映画カレン、よろしくお願いします。